はい、次がラスト10社目かな。うん。最後はですね、とりあえず、演技系買取空間。うん、まあ、有名なね、あの、伝説のキャバ嬢、エンリケさんのお店だよね。うん、さあ、ここは、お待たせいたしました。LINE 査定を申し込みいただきありがとうございます。1点目、デュポンライター。目安の査定額は、おー!マジで?買取、ドゥーン !10 万円すげえ、エンリケさん。うん。状態によって査定額が変動がございますが、実際にお送りいただければ、ご案内以上の査定額をお出しできる場合がございます。なるほど。全然違うね。やっぱ店によってね。だって、何社か、3、4社くらいダメだったでしょね。なんか扱ってないってなったでしょ。んで、あとは、なんか本当に5000円とかっていうふざけた金額もあったし、うん。あとは数万、1万円、2万円、3、4万みたいな感じもあった。10万円って言ったらね、やっぱり、結局さ、こういうさ、なんつうブランド買取業者とか質屋とかってさ、結局、うん。わかんないね。うん。これが半端ないもん。うん。だって、エンリケさんのところで10万だもんね。うん。この差って何って感じ。そこの店が儲かってんのか儲かってないのかっていうのもね、あるとは思うけどね。うん。すごいね、エンリケさんのところ。うん。はい。以上ね、そんな感じでした。おぶり!